ホテ駅。ホテ駅は、愛知県江南市、ホテ町にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号は、慰霊イ朝に東駅始発の普通列車が数本、設定されている。8両編成対応の島式2面4線を有する。2018年現在、上り線は、高下駅、下り線は、地上駅、仮ホームとなっている。改札は、 仮駅舎の西改札と高架下の東改札の二つあり、仮駅舎と下り線仮ホームは湖泉橋で、上り線高架ホームは構内踏切でつながっている。終日駅員配置駅であるが東改札には有人窓口がなく無人となっている。仮ホーム移行の際、エレベーターが設置され、バリアフリー対応となった。 東改札は2017年10月28日より使用開始となった。退避線があり、2008年平成20年12月27日のダイヤ改正までは当駅で退避する列車が多数あったが、同改正後は当駅での追い越しは少なくなっている。固定地区を対象とした江南市の都市再生整備計画の関連事業として、当駅と その前後 1.4km の名鉄犬山線線路を高架化予定である。開始は2004年度、平成16年度、2009年、平成21年10月より着工し、完成は上り線が2016年度、平成28年度、下り線が2019年度、平成31年度とされている。2010年、平成22年2月6日より、 旧駅舎西側に建てられた仮駅舎の供用を開始し、旧駅舎の使用は前日の2月5日に終了した。2017年、平成29年6月10日、かねてから着手していた高架化事業の進捗により、同日から上り線を高架化。下り線は2020年上半期を目標に完成する予定。愛知県建設部方針2020によれば、 下り線の高架化は2019年度の予定となっていた。上下線すべての高架化が完了すると、国道155号を含む5カ所の踏切が解消される。駅北側に存在した制限時速 85km の曲線は、仮線で時速 95km に高架化された上り線は制限なしに緩和され、線形改良も同時に行われている。 1>, 1番線は6両編成対応、2から4番線は8両編成対応の島式2面4線と、側線を有する地上駅。駅舎とホームは、構内踏切でつながっている。犬山線内で構内踏切が残っているのは当駅、のみである。かつては、貨物扱いの拠点駅の一つであった。駅舎は、名鉄駅で最後となる1912年。 大正元年の開業当初からのもの、外観は大正ロマンを感じさせる、義洋風建築となっており、洋風のハイカラな車寄せと、瓦葺きの屋根という大正が勝者な印象を生んでいた。なお、かつては、道線の岩倉、こちの、玄、港内駅、ふそなどといった駅も、同様の駅舎であったが、地下駅舎かや京上駅舎かなどによって次々と取り壊され、最後に残ったのが、 この補定駅であった。車寄せの飾りには、名古屋電気鉄道時代のシャンが刻まれている。補定地区の有志は駅舎を保存する活動に乗り出し、2007年、平成19年5月21日のテレビ愛知、速報で取り上げられた。2009年、平成21年11月には、一部保存に向けて、住民有志約30名が、補定駅舎保存会を設立した。 その後、補定駅の旧駅舎が、地元住民の保存運動が実り、名鉄から市に一部が譲り渡されることが決まった。市が名鉄と交渉し、2010年、平成22年5月27日に、基本合意に至った。旧駅舎の取り壊しは免れなかったが、車寄せや飾り天井など建物の一部や、備品類を市が、名鉄から譲り受けることとなった。 駅舎の備品の取り外しは、同年9月下旬頃行われ、港南市民祭りで展示された。10月より、駅舎解体工事に着手。仮駅舎の工事は、下り線ホームが2011年夏に完成した。仮線の工事も進められ、2012年10月27日の始発より、下り、犬山方面が、仮線切り替わった。駅北側にあった桜の木は、 仮線工事の支障となるため、2012年2月に切り取られた。ホーム屋根の骨組みや柱は、治流液と同じくフルレールを再利用したもので、カーナギー1897、1897年、カーネギー鉄鋼、原油 S スチールの名があるものもあった。下りホーム西側の貨物側線は、廃車予定の車両や、新造車両の疎開留置に使用される場合もあり、 近年では2008年平成20年12月26日、前述のダイヤ改正前日までのしばらくの間1700系の留置に使用されたほか、同日からは入れ替わりに同日で運用を離脱した7000系が数ヶ月間留置されていた。駅南の小売地区にかつて尾張藩の小牧大館所の出張所があり、補填には死が立って栄えた。 明治時代になると、現在の港南市、岩倉市、犬山市、市宮市などにわたる、庭群を管轄した役所が設置されるなど、地域の行政の中心地となった。港南市は、小手町と小ち野町、港南駅近隣付近などが、昭和戦後に合併して誕生した市で、港南市役所の本庁舎は、港南駅の近隣にある。現在は高価化事業に伴った、 駅前整備が行われている。石仏駅との間に小り口駅があったが廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。